こんにちは今日は原爆症認定訴訟とといいいいうものにつてて考えてみたいと思います今から62年前の8月広島と長崎で投下された原爆によって数多くの人たちが被害を受けましたその後遺症に悩んでおられる方々が今もたくさんいてそれが原爆症というものであるということを国に認めてほしいという訴えを起こしています。 今日はこの、えー、原爆症認定訴訟というものについて、えー、原爆症に苦しむ人々と日頃、内科医として接しておられる広島市内の福島生協病院の院長、斉藤修さんにお話を伺いまますすよよろろししししくくおお願願いいいたします。 でまずこの原爆証認定訴訟という裁判なんですけれどもこれはどういう裁判なのか何をこう訴えておられるのかということを簡単に説明していただけますでしょうかそうですね、えーまあ、原爆裁判という言い方を通称でするんですけれども、はいえー、もともとこの歴史は1968年に一番最初に起きています。でそのの時は個別の訴訟だったんですけど今 集団訴訟という形でおっしゃられましたように北海道から九州鹿児島ままでで全国で行われていますでこの目的あるいは被爆者が何を願っているかということですけれども、えー、被爆者は自分たちが62年前に受けた、えー、原爆の被害その後のさまざまな苦しみというものを、えー、国にですね これは原子爆弾投下によって引き起こされたものであるということを誠実な受け止め方をしていただきたいということが1つです。うん、もう1つは未来に向けて二度と私たちのような苦しみが起きてほしくはない具体的に言うならば核が廃絶されてほしいということを願っていること、うん、これを裁判の中で述べていることの大きな2つなんですね。はい 被爆者手帳というものを持っている方が26万人おられる、はい、ということなんですけれども原爆症の認定というのはそれとまたちょっと違うんですよね、はい、原爆手帳というのは自分が被爆を受けたということのある意味で、はいまあ、あ証というようなものなんですね。はい、で私たちが被爆者というふうに呼ぶ,呼んでしまう方,呼ぶ方たちはこの原爆手帳を実は持っている方。はい ととといいいいうううに考えていいと思うんですねはい、はい、イコールただ実際はあの現在もこの原爆手帳を取得するという実はあの関わりが続いているんですね。ということはまだまだ実際被爆された方でなおかつこの原爆手帳を持ってない方がたくさんおられると。 あの斎藤さんはお医者様で現れるわけなんですけれども。はい、原爆症の方々の平均年齢というのはどのぐらいになっているんでしょうか。えっと七十を超えてますね。七十二ぐらいでしょうか。いろいろ実際にこう目の前で患者さんを見ておられて、はい。どうなんでしょう。原爆との関わりというのはこう。はい、肌で感じるものなのか。はい、なかなかわからないものなのか。はい、どうなんでしょう。そうですね。もちろん高齢になりましたから。被爆者も。 一般の国民のお年寄りがかかる病気を日常的に実は持っているわけですねあの診察室でこの方のこの被爆者のこの病気が原爆によるものであるというのをいちいち私たちは考えません、うん、普通の一般の方と同じように淡々とお話を聞いて診断をして治療するということなんですね、うんうん、ただ中にはこの方がワクシーから近いところで被爆されておって あるいはこの方が突然がんにかかられたとかあるいはがんの中でも白血病にかかられたとかという場合があるわけですね。そそのの時にはやはやりそうだったのかという気持ちとともにその病気を見つめるという出来事は珍しくはないんですね。そういう意味で医師として原爆っていうものがその時初めて目の前に現れてくるということが ありますね、この認定ということなんですけれどもその実はその被爆者手帳を持っている方26万人の1%しかその認定されていないと、はい、なんかこれはちょっと不思議な数のような気がするんですけれども、ね、これは被爆をしましたよということと、はい、認定しますよということにすごくギャップがあるとこれはどういうことで,う、ね、そうですか、ね 初期放射線、はい、ちょっと難しいかもしれませんけれども、初期放射線を受けた方、はい、しかも爆心地から近距離で抗線量の初期放射線を受けた方、はい、しかも発症した病気ががんであるという方に、ほぼ実は限定されてきた,きたんですね、うん、それが狭き門の実態だったんですね。はい、このの初期放射線というのはその原爆が投下されて パッと光った時にこう浴びたうたう直接浴びたという,という,う形ですね,そ,ですねでそれが5%という、まあ、この円グラフでは出てます,す、ね、けれども、えー、半分50%が爆風のエネルギーそ,、ね、そして熱放射が35%そ,、ね、そして残留放射線というものが10%あるという,う,、ね、いうふうに、まあ、こうエネルギーの中の構成はなっているわけですね。 多くの方々が命を失った原因の圧倒的は爆風で押しつぶされ熱戦で焼かれてということが言えたんですね、うんうん、そうするとこの50%、35%の方々はもう瞬時にまあ亡くなられた方が多かったそうですね、ねそれこれをまともに受けた方は、はい、そのことによって他界されたという。えー で万発性の障害つまり被爆から5年10年20年後30年後という起きる万発性の障害の大きな要因になっているのが放射線被曝による病気なんですね。うん、そのうちの全体の5%が初期放射線、うん、エネルギー分布としてですね10%が残留放射線というふうに理解して結構なんですけども今申し述べた国の基準はこの初期放射線 に限定した実装判断基準です、ね、5のところだけそうなんです、ね、実はこの残留放射線を受けた障害性あるいはそのことが元になって起きたであろう病気というものに関しては国はそれは被爆によるものではないというような考え方をとっている。うんうん、そのことが 極めてて認定の幅を狭くしているということとにつながっていると思いる思ますね、うん、この原告の方々の人数ということに目を移しますと、はい、300名足らずということで、はい、あの先ほどの,その認定が1%ということと照らし合わせると思ったより少ないなという感じもするんですけれども、はい、あの実は提訴に踏み切られた被爆者の方々の思いというのは、えー、いろいろ複雑な面があるんですね。うん まあ一般に日本国民にとって裁判をして物事を争うということの敷居地が高いということがありますけれども裁判やってるんだってというようなそうですねもう一つはその世間体の中に実は原爆被害というものがまだ隠しておきたいというのが気持ちの中にあるんですねえそういったやめて複雑なデリケートな問題を実は提訴ということの中にはあのー。 あるるととといううことが言えると思うんですねうんうん、うん、今後この,あの訴訟というのはどういうふうになっていくと、はい、まあ皆さん感じておられるのかあるいはどういうふうになるのが望ましいというふうに考えておられるのかご自身の考えとしてはどうう思すそでねこの集団、うん、訴訟が始まって今4年になるんですけども、えーえー、これまで出された判決大阪の判決広島の判決 あるいは名古屋東京の判決あるいは愛知の判決、えー、圧倒的にその判決の主要なあ結論はあのこれまでなされてきた国の、えー、基準というものが、えー、おかしいと適切ではないということを実は判事してるんですね。うん、と言いますのはですね、えー、やはり私が先ほど述べましたような基準というのが 被爆者の疾病を捉える上で極めて狭き門を作ってきたことに対して誰が見てもあるいは法という冷静な論理から見てもですねおかしいということを実は示したわけですねですからこの流れからいきますとねやはり被爆者に対する施策判断の基準というものは変更を余儀なくされているということは間違いないと思いますね、うん。 そうすると、まあ、今後あのまた何年かかるか分かりませんけれども、はい、まあご高齢になられているということもあって、はい、急がなくてはいけませんけれども、ねえーまあ、訴訟にはまだまだ時間はかかるけれども少しこう光は見えてきているとます、えー、先ほど今高齢とおっしゃいましたけれどもこの提訴者の中の約1割を超える方たち35名です、現時点ですでに亡くなられましたと。 被爆者にとってみてこの裁判はまさに命を削っての実は裁判に現実的になっているんですよね、うん、そういう視点から見ても私はこの裁判が早く終結をして被爆者が願うような形での法の改善改正が行われることを強く私は願っております、うんでまあ、その最初にお話しいただいたようにその被爆者の願いこのまあ訴訟を起こしておられる方々の願いというのは まあ非常にその実は被爆者のこの裁判の戦いというものは実はあの戦争で苦しんだあの被爆以外に苦しんだ国民がたくさんいらっしゃるんですねそういう人たちに与える影響というのも実は大きいんじゃないでしょうか。うん、あのまだまだその心の中に受けている傷というのが体だけではなくて心の中に受けている傷というのが癒えていない、はい。 ということを、まあ、私たちもこの原爆症認定訴訟というものをきっかけにして考えていかなくてはいけない、まあ、そのぐらい傷というものは深く残るのだということを考えていかなければいけないのではないかと思います。今日は本当にお話あありりががととううごござざいいままししたた